このサインする必要があります。あ、刺さってないやつだ。もう始まったらいいですよ。もう始まったらいいじゃん。もう始まった。はいや。23時で始めているということで。トパンガとは違って適当なんで。お疲れ様です。トパンガとは違うから。え？勝ち上がりとは違うから。あ、そういうこと？そういうこと言っちゃう？うん。あ、何？こっちの方が適当だって。そう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 。まあクズの集まりだと思ってるから。おお、キレがあるね、やっぱ。ああ、声のバランスどうすか。ネモさんキレがあるね。ちょっと楽だから。これあれだよ、Xbox。はい。アセットでいけそう。アセットで悪いから。伊田さん声でけえよって。声でかいって。どうでしょう。太った。どっちが太った。声のバランス。明日いいなぁ、統一するとなぁ。何だろう、いついとこするか。え、てかこれ、いけんの、なんか。あ、いった。じゃあ今日はデモさんに来てもらったんですけども、まあ、バージョンアップしたってことでね、ウルトラストリートを見た方。バージョンアップしました。はい、いや、バージョンアップのロレント、いいですわ。いいですわ、本当に。ゆっくり聞いていきましょうか、じゃあ。あ、まあまあ、かなり見てよ、これ。あ、はい、お願いします。ロレンと話してくれんのかな。もう全然いいっすよ。してくれる人、さすがに。これいいかな、うん。痩せた。声のバランスはもういいっすかね。朝日はね、ちょっと苦戦してますわ。これカオス。これなんかあれだね。初めて来ましたね。ね、5年前に来てるんですわ。5年前、5年前に 何できたの。あのね、オンゴツの感想みたいなのを、ほうほうほう、まあ今は亡き人たちと、今は亡き人たち、今は亡き人たち、今は亡き人たちと、まあカオスにいなくなっちゃった人たちと、あ、なるほど、ね、やったってことね。まあなんか名前出していいのか分かんないからさ、ここら辺。いや、ちょっとラインを超える遊びじゃないんで、この話。俺らも、俺もちょっと分かんないからな。ちょっと俺らも、ちょっと分かんなかったからさ、まあね、そう、今は亡き人たち ね。で、ケンセがいたら、それはちょっと、それはちょっと本当やめてほしいですって言うんですけど、あ、そうだ、今日いないんで、そう、いないんで、大阪行ってるっていうのを聞いた。あ、そう、そういうことね。あ、今コメントで。そういうことですね。ああ、なるほど。あ、そういう意味かってなるよね。ああ。ありましたけど。オンゴッツ感想戦ってだってスト4？あ、スト4か。あ、スト4か。オンゴッツ出てたっけでも。ね、いや、あの最初のやつは出てないよ。うん、後半出てた。2個目ぐらいに出たってこと？オンゴッツ。もう俺なんて。あの配信で出てよ。あの配信っていうか、普通にゴッツ 2.5 か。ゴッツ 2.5 そうだね、そ優勝したよね。そう、優勝したやつで、それでオンゴッツ2になったの。あ、はは。で、その1個前のオンゴッツの時に確かね、モチさんだよ。てか、早っ。びっくりしたけど、今サクラの EX アドラの EX アド調整です。このキャラもウルトラしてんだけど。みんなウルトラだよ。負けじとね。ほら、こい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 。おっと、ウルトラだわ、これファンから EX パトリオット。あと音のナイフが当たない。あ、これミスってるけど勝っちゃうんすわ。これね、いや、こてかね、これはマジコパン EX パトリはやりすぎです。やりすぎ、さすがにやりすぎか。あ、いや、これはすごいなと思った。てかロレントの調整を見て一番やべえだろうと思ったのは、まあこれだよね。あ、こっちですか。あ、ローリングじゃないんだ。あ、 EX コロコロは結局反撃持ってるキャラは、でも少ないですよね。バルログとか、まあガイとか。あ、ガイか。まあ言うても結局はそのピョンって爆中した時に、はいはい、その着地を狙われちゃうじゃん。ああ、はいはい。じゃあ、あんまりそのね、信頼しきってやっていい感じでもない。はいはい。じゃあ、まあ、ちゃんとやれば。確か周りが対策してきてるから。そう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 、そこで反撃入っちゃう。まあ、ただ、まあ、初心者キラーでね。まあ確かに、そう、それは間違いないです。やっぱりね、それよりもあんなクソ長いしゃがみコパンから EX パトリで高いコンボ取れちゃうのは、高いコンボ取れるのはすごいなと思った。あれ、やる必要なくなったんですか、あの小一コンボは。小一コンボは結構いらなくなりました。やんなくてもいいっていう。やんなくてもよくなった。やった方が
強いんだけど、はい、やんなくてもいいみたいな。やんなくてもいいんだ。そう、スタンチェ稼げるからとかさ、だから展開作ったりとか、そういうことではいいと思うけど、別に EX パトリオットでこと足りるよっていう話だよね。あと絶対にその EX パトリ決めた後にしゃがみダイパンになって、あ、しゃがみダイパンじゃない、近距離ダイパンか。ああ、はいはい、そう、距離が縮まったから伸びるようになったから。そうね、だからそれでかなり。いや俺もさっき根物後ろでさ、体勢の試合見てたんだけどさ、その EX パトリオットが思ったより不気味な当たり方してるなと思って。ほう、不気味な当たり方。そう、コパンの先っちょからさ、はい、ああ、それこれだよね、そう。もっとすげえのがあったんだよね、なんかね。もっとすげえ。だから置きコパンキャンセル EX パトリみたいな勢いでも、全然ブイーンっていくわけよ。伸びるわけよ。これだと俺ウルコン1なんじゃないかと思ったんだよね。決めるかい。いや、ウルコン1入んないんだよ。あ、ウルコン1入んない。入る。入るんだ。俺入んないって聞いたけどね。これだよ。入るんだ。入る。入るんだけど、その、やっぱり2を持ってることによって、相手のゲージためとか許さないからさ。あ、そういうことか。うん、だからやっぱ。なるほどね。うわ、マジで使わなくなったんですけど、こいつも。全然見ねえ。これやばいよ。要所でやってくれるんだ。要所ではやるんだけど、多彩な相手持ったんですよ。ガルスさんね。みんなどうなったの、よかったかな。まあでも分かんない。まだ分かんないですね。確かに逆に発展することもあるじゃないですか。おお、忙しいね、ロレット。うわ、見ない。まあ、相手にする方が忙しい。うお、うお、いいとこ、いいとこ。おお、男できた。とりあえず押す感じで。とりあえず押す感じで。とりあえず押すよな。とりあえず押すよ。それは押すよ。しかも前より押しますよね、これ。前より。まあ、エレナはでも、しゃがみ中パンから、はい、あの EX マレットで300ぐらい取れるからダメージ。あんまりエレナにはやっちゃダメなんだけど。あ、そうか、確定取れるか。なるほどね。そう、確定で結構高い。キャラなんか上がったんだろうな。どれぐらい上がったんですかね、キャラなんか。いや、もう5強ですわ、これ。5強？お、これね、5強まで今言えるわ、5強言えるわ。いったな言えるわ。理論値出してます、大丈夫。理論値で語ってませんか、大丈夫ですか。理論値で語ってんだったら。いや、理論値で5強です。理論値で5強。僕の理論値、はい、あれなんですよ。もうなんかスタップ細胞とか言っちゃうような理論値じゃん、みんな言うても。なんかできないことをみんな言っちゃうんですよ。これ理論値いけるみたいな。理論上これあります、これね、最大取ってみたいなこと言っちゃうじゃん。もうスタップ最後ですよ。いや、俺のは実践値を含めての理論値ですから、はい、ちゃんと自分ができなかったら言わないから。ここら辺が違うんですよ。スタップ最後出てくる。スタップ最後。だってさ、結局このキャラってコロコロが強いわけじゃん、はいはいはい、でやっぱ最初のね、ロレントの出てきた時になんか、いやこのキャラね、仕込みでなんか拒否技全部枯れるから大したことないよみたいなことを、あ、はいはいはい、みんな言われたのね、はいはいはい、まあ強い人たちにですよ、はいはい、このゲームで、はい、このゲームで強い人たちに、ね、いやいや笑わせんなっつって。キレがあるな、ネオさん。いいっすね。いや、このキャラコロコロやべえけど止まんねえけどっつって。いや、大丈夫なのって言ったら、いや大丈夫っす、ちゃんとそのなんだろう、刈り殺せますと言って、はい、で、実際に俺がやってみたら、もう大変なことですよ。まあ、Aリーグ行っちゃいましたよって感じか。Aリーグ行っちゃいましたよ。しかも、弱いバージョンで行っちゃいましたから。まあ、弱いバージョンで行っちゃいました、確かに。だって最初のやつとかさ、はい、もう本当俺コロコロしてるだけだったじゃん。はいはいはい、そうですね。そう。で、なんかみんな気づき始めて、これやべえぞみたいな、コロコロ止まんねえっつって。そう、そっからだよね。いきなりローレントクソ、ローレントクソみたいな。まあまあまあ、手のひら返しです。やばいよね。
まあ、あるあるっすよね、まあ、それはびっくりしちゃったもんな。あんだけ大したことねえとか言ってきながら、新キャラはやめた方がいいまで言われたのにさ、はい、強いところの人たちに、ね、強い人たち、あ強い人ね、強い人たち、なるほどね、なんだよ強い人たち、誰だ、誰だ、いや俺はもうそういうのスタップ細胞と言いますから、あ君たちはスタップ細胞見過ぎっつって、いやあると信じてるでしょっつって、ダメ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 、あダメだよっつって、ね、確かにそんなネモさんが五強って生きたからな。確かに。もう10センチも出ていくな。お便りはね。わからんくもないよ俺。わからなかったな俺やりは。もうお願いしたいやる、いや、ここまあ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 早くね、まあ、まだ早いか、ああ、うん、ナイフ結構ゲージたまるな、まあ、だってナイフ変わってねえもん、ナイフゲージたまるのいくつでしたっけ、空振り、ね、20、なんかちゃんと調べたら18っていう噂もあるんだけど、一応ムック上は20 18 18、中途半端な飛ぶ、まあ、飛ぶだけだったら、回ぐらいピョンって飛ぶだけだったらゲージたまないね。ナイフ打った時に20たまるね。いややりますね。これね、すごいですよこの調整。5強か。いや俺マジで5強ぐらいいけんじゃないのって思っちゃう。なんか今までがなんか本当無理なキャラ絶対勝てないみたいな調整だったけど、なんとかなるなっつって。じゃあ今回ザンギもいけますか。ザンギ対戦してないんすよ。ああ、そうか。ザンギ対戦してないんすよ。それなんかまだ超強いらしいじゃん。いや、わかんない、ね、まだ超強いらしいっていう話だよ。誰が言ってんの。いやだってさ、強い強い人たちが言ってんの。いやいやいや、だってね、調整内容を見て、うん、なんかネモがうんたらかんだらみたいなことをご機嫌でツイートしてたじゃん。誰かと。え、誰かと。いや本当に。どういうこと。え、ネモがヒューゴ使えって言うから、いや違います違います違います、ちゃんとあなた使ったよ、試したよ俺、いやちゃんとね見てくださいよマジ、自分のツイートを見て寄ってくださいよ、びっくりしちゃいました俺俺びっくりしちゃった今、そう、まさか板さんそういうやつ俺ちゃんと見てきたんだけどな、ツイート。あ、本当に。じゃあ予習期間だ。持ちだけな。持ちだな。あ、なるほどね。いや、ちょっと戦争するの早いな、ちょっと。残業ですか。残業別にだって。だってなんかその EX バニー、うん、あれ強制立ちくらいからの赤セビでなんか書いてたのはね見ちゃいましたよ俺。なんか書いたっけな。マジで覚えてねえな。いやそれはいろいろ書いたけどさ、別に強制立ちぐらいはそれはだってあれだよ、パワーアップ、パワーアップだよそれはもちろん、あと当たり前だけど、しゃがみ状態の相手にも赤すりコンボが狙いになったわけよ、はいはいはい、うん、えそれか、家族が知ってるそれ、いや俺さすがにわかんないけど、ザンギまず弱バニはいろいろ変わったっていうのは知ってると思うけど、それとはまた別で、はい、EX バニが当たった後はそう絶対立ちぐらいになって、はいはい、赤すりが安定するの、はい、っていうのはあるんだけど、あ、赤の部できた、いやでもこれじゃないっすね多分、逆場にそれいろいろ言ったからさ、着地点はそこかって、これじゃないっすよね、あーやばい、どんどんやべやべ、ネモ携帯取り出した、あ、そう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 、これに対してのそのなんか返信してる人がいてネモのツイートが楽しみみたいな感じのことを伝えちゃったんだよな、はい、あ、なるほどね、あのわかったわかった、ネモが言ってるのは、はい、あの他のリプライくれたわけですよ、はい、誰、そうそうそう、リプライくれもらったやつに返して、うん、そうでネモの下りが出たわけ、はいはいはい、それをネモはしっかり見ている、当たり前じゃないですか、これは僕ね、当たり前じゃないですか、びっくりしました、おー伊藤さんこんなこと書いてるけどみたいな、おーあやべ死んでない、勝ち角、勝ち角やん、おーっと勝ち角逃したか、いやそう、一体どう、ちょっとわかんねえな、うん、いや引火させるわな、火に油注ぐわな、それはな、
いやそれをだってね、あんだけ理論値言ってた人が、ね、書いてるわけですよ。これは残機やばいですよね、強化ですわっつってねえこれはね、もう楽しみで楽しみでしょうがないもん。いやー、ね、やっぱね、強くなったロレントでちょっとね、強くなった残機と対戦してみたいっていう。ちょっと難しかったな。確かにちょっと流れ難しくなってきちゃったな。もう強く残機強くなった手で合流するのはさすがにさすがにだと思うけどね、俺は。マジでだって自分でツイートしてたんだよ。いやいや、もういい。ツイッターチェックマンなんですけど。確かに。いやー、びっくりしたわ、伊田さん。残機強くなったっていう人、俺、初めて見たけどね。マジで、うん、本当にみんな騒いでたけどな、スタップ細胞あるのかなみたいな感じで。みんなって誰かれた。いや、例えばね、強い人、サードのね、サードのまあ、あの黒田とよく組んでた人とか。黒田と組んでた人、じゃああの人かな。あなるほどね。それは分かったでしょ。それは分かりますよ。まあ、自分と名前一緒だからね。苦しい。いけない。いけない。会社でこんな苦痛だったのか。苦しい俺。息が苦しい。ちょっと俺ら振り回されてる。振り回されてっていうレベルじゃねえ。かき回されてやがる。それはね、かなりかき混ぜ。根物かき混ぜばかなり強力だよね。本当びっくりしたよ。食べられちゃうのかなと思って。まあじゃあ、ロレンタ話しよっか。あ、そうだよね、確かに。そう、やっぱゲストの、ザギの話は別にいつでもできるから。ザギの話しよっか。うん。ザギの話しよっか。伊沢さん、おたりこ。おたりこ。おたりこ。息苦しいから。お前、いいこと言う。いいこと言うな、お前。おたりこ。酸素がついてるわ、俺。酸素。まあ、ユーリフレーム変わってないですよね。これ知らない知らない。今、ダブルとかダブル、ダブル。あ、ダブル。家族、ここをして、これ。ああ、わかりました。で、こうなるから。あと、これどっちかわかんねえな。同じかな？一番そういうくらいだよ。一番上なのかな？大体一番上じゃないですか。使用したアイテム。うん。これも知ってるかどうかも。見せればいいか。ああ、なるほどね。あ、それじゃない。こっちだ。あ、オッケー、そう。ありがとうございます。読めるコメント、読めるやつ読んできますんで。はい、そうです。じゃあ任した。そこのオペレーターは。息苦しなったらいい。ああ、わかった。もうすでに息苦しい。ちょっとゲスト、やっぱし、立てたいから。ああ、そうやね。ああ、了解。はい、大丈夫。あそこから勝ったんだ。素晴らしい。1ラウンド目。素晴らしい。素晴らしいでしょ。やばいね。1ラウンド目、だって負けてたんだってね。負けてましたね。いや、方向性が見えねえな、この配信。方向性が見えねえな、この配信。マジで方向性見えてんだよ。いや、これマジね、ロレント何も言うことないからな。いやー、これしかもね、来てるお便りも読めねえやつがいっぱい来てますよ。そう、マジで。なるほどね。何なんだろうね。ね、何なんだろうね。あの、ちょっと、何なの？いや、何なのか。ザクが強いなぁ。あー、これいいっすわ。お、ペンネーム。ペンネームってもねえか。アメユーさん。カズノコさん、イタダンさん、ゲストのネモさん、こんばんは。おやす。はい、こんばんは。いつも配信楽しく見させてもらってます。先日のウルフォーバージョンアップにより、各キャラに調整が入り、皆さんそれぞれ感想が少なからずあると思います。かくいう僕も持ちキャラであるローズの EX ソウルスパイラルが、削り値33になり大変嬉しく思ってます。さて、ここから質問なのですが、今回ネモさんがゲストということで、ネモさんに今回のロレントの調整で、一番嬉しかった調整、意外だった調整、もしあったらそこじゃないと思った期待外れだった調整について質問したいです。じゃあまず最初1個目から、はい、一番嬉しかった調整、一番嬉しかった調整、わかりやすい、まあコパン EX パトリだよね、うん、まあその話が出たとして、はい、出ましたね。で次に意外だった調整、意外だった調整、それなんだろうね、それつけちゃうって感じじゃないですか。これがね早くなってんだよ。えあの EX、 ああそう、なんかね端まで届かなかったのが届くようになった。へえ、
それって調整項目？いや、調整項目じゃない。調整項目じゃない。ああ、じゃあ隠し調整なんだ。隠し調整。あ、それは知らなかった。一番最初のバージョンぐらい動くってことですか？あ、そうそうそう、一番最初のバージョンになってるんで、なんかよくわかんない。それは知らなかった。おー、あれちゃん、あるか、すげえ遠いのに入るよね。入る入る入る、これやばいよ。さすがに一番最初のバージョンの方が強いですか、今のバージョン。まあ多分今の知識でやったら前のやつが一番強いんじゃない。だって EX テアレイドガードさせて5部だよ。ああそうか、5部か。あ、そうかそうか。だからもうなんか EX テアレイド、EX テアレイドとかさ、確かにできたのか、そういうのが通っちゃう。確かに確かに。で投げ目的もあるからさ。はいはいはい、そうか、投げ目的もあるか。そうかそうか、投げ目的もあるか。もう一個ね、そこじゃないと思った、期待外れだった調整。いやまあもうどうせやるんだったらなんかめくりの判定とかさ、はい、かそういうのも全部直してほしかったよね。ああ、そういうことですか。ジャンプ強キックでめくられる、ジャンプ強キックでめくられるとか、はい、まあ、そういうのあるまだ全然あるんだけど、はいはい、どうせだったらもうね、直しといてくれよって。それさらに大キックめくられるの、要はめくられやすいってこと、ね、めくられやすい、はいはい、丸いからね背中が、うん、そう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 。確かに他の新キャラはなんかクライ判定を調整しました、結構多くて、オレントもそういうのに入んなかったな。まあクライ判定は全然変わってないですもんね。変わってない、確かに。猫背なんですよね、うん、猫背だからね。まあこれはなんか見た目通りだよ。お構いなし。一声にしたら。あ、これって結構強い人なんだ。ああ、それがしか。ポイントの上に結構下がってるな。でも要素あるか。ポイント当てないと三太郎戦ですね、めくりジャンプ大キックは。うわ、しかもあそこからあそこからだからね、あそこからだよね。そうこれやばいよね。だってしゃがみコパン、EX パトリ、ダイパンがまあ200減るんだけど、はいはいはい、まあ、ウルコンだと380ぐらい。しゃがみコパンのリーチからあれ380出るからすごい変わる。だからなんかすごい1の使いやすさもすごい上がったっていうか。大体1でよかった。芸者のやつで犬を置くんだけど。早っ、もういって。あとまあ一応コロコロはさっき言ったみたいに変わって、うん、コロコロはまずもう有利が変わったんだよね。EX だけ変わったんですよね。いや違う、ノーマルもセミマイステから、はいはい、あれ大系つながる。そう、円大系、円大系中足とかって、それも相当強いね。ちょうど強い、うん。じゃあ質問いいですかね。KSK さん、もっと配信出てさんからネモさんの嫌いなウルホーキャラを3人教えてほしいだそうです。あー、なるほどね。これこういうのでしたね。なるほどね。嫌いなキャラ3キャラ、そう、嫌いなキャラね。最も嫌いなキャラ3キャラ、はい、気づかないで言ってくださいよ。気づかないで、お下向いてるんで、難しいな。気づかないで言ってください。お下向いてるんで早く言ってください。3キャラしかダメなの？いや、3キャラでいきます。いや、3キャラでいきます。3キャラしかダメなの？もう3キャラ。どんだけ嫌いなキャラ。ちなみに嫌いなキャラどれぐらいいます？いや、結構いるよ。は、10キャラぐらい。結構いる。あ、結構。もっといるかい。もっといるかい。でもどうなんだろうね。誰が好きなんでしょ。確かに。むしろ今度嫌われてますからね。そう、嫌われてるキャラだね。まあそこは、このゲーム、絶対文句の出るゲームだから。まあ、しょうがないんだけど。3キャラ挙げてください。3キャラ、そうだな。でも俺このキャラが強かったら嫌だなと思うのは、はい、まあ、ガエルとか。ガエルか、うん、まあ、ただ寒い。あとホンダが強かったら嫌とかさ。あー、確かに強かったら、ね、まあそうね、楽しくないっすよね。まあ、そういうのはあるんだけど、まあ、強いて言うならザンギかなみたいな。まあまあ、強いて言うならザンギ。まあまあザンギ、シレット通してきたね。そうそうそう、強いて言うならザンギかなっていう。まあ別にあとはなんか強かったら嫌だなっていうキャラは結構いるけど、まあ強いて言うならザンギかな。違うキャラ来れんか。嫌いキャラ1キャラしか分かんなかったですけど。そう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 、そんな感じで。
まあまあそうだよね。まあまあそうだよね。別に投げキャラいっぱいいる中で、別に なんでザンギなのってなるんだけど。いやまあ、まあ投げキャラは確かにいっぱいいますけどね。まあ、いっぱいいるよね。まあ、確かに、うん。ホークもいるし、ヒューゴもいるし。確かになんでザンギ、なんでザンギなんだろうね。もう掘り下げてこれで多分、だって変な話、ロレントからしてみたら多分ヒューゴの方がきついんだよね。多分。いやーそうなのかな、どうなの。そうじゃない。まあそれはね、多分ヒューゴの方がきつい。そうだよね、そうだよね。でもザンギの方が嫌いだから。まあザンギの方が嫌いだね。いやいや、ここまでしても嫌いだ。まあ別に勝てる、勝てないとかじゃないからね。あーなるほどね、戦ってて深いってことですね。ちょっとこのキャラはみたいな。それウルトラなの、それとも昔から。あー昔からザンギ。あ、ストフォー、だストフォーわかるよ。ダストフォー、ね、スパフォー、まあ、ウルフォーってあったとしてさ、まあ、いろいろザンギ、ザンギっても言われ、いろいろあるからさ、ね。まあ俺別に全シリーズ好きじゃないからね。いやもう嫌いなだけ。嫌いなだけ。嫌いなだけ。ああ。おしっとか。残りたいですね。なるほどね。お、あれやった。あ、じゃあちなみに、伊藤さん、嫌いなキャラ。嫌いなキャラ俺そんないないよ、マジで。直すか。ああ、出た。いや、出た、出たって。もう噛みついてきた。出たもう噛みついてびっくりしちゃった。来たよ、スタップ細胞みたいな感じで。スタップ細胞、ねえからってくれ。じゃあ、あげてこ、パンキャラあげてください。いや、マジで俺、そんなに。いや、いなくても、ね、あ、いや、その中でも、ちょっとこのパンキャラっていう微妙かなみたいな。なんだろうな。強いてあげるな、強いてあげるな。そういったファイターは別にキャラさ、あの、そういうキャラに個性があるから、俺はそれは全然。結構俺はかなり寛容な精神を見てるけどね。あ、まあ、いやもう。いや、そういう感じ、うん、とりあえずあげましょう。まあそうだよね。まあやっぱゲームに育てられただけあるよね。恩返ししてっつって。まあここでね、こいつ嫌いとか言っちゃえねえね。まあまあ確かに。そんな恩返ししたいとか言っときながら、このキャラ嫌いなんだよねとか言って、まあ言えないわな。まあ言えないわ。まあまあまあ。まあ確かにね。まあ漫画で言ってますけど、確かに。まあ、あれ真実だったんだね。いいな。まあ、あれは真実だね。じゃあいいや、もう次行こう。だってね、ゲームに育てられてゲームに恩返ししたいっつったら、こんなゲームでゲームに作られたキャラをね、うん、嫌いになって言えないでしょ。うん、いいかな、次の質問、次の質問行こうか。ね、じゃあ TK さん、カオ TV の皆さんこんばんは。ロレントは5強ということですが、皆さんが今思う5強、10強や次キャラのランク、こいつは伸びてくるキャラなど語っていただきたいです。キャラランクの話ですか。物議を醸した、前バージョンの、初期キャラランク表などもありましたが、最初のフィーリングからどう情勢が変わっていくかというのを、眺めるのが好きなのでぜひお願いします。あ、確かに結局さ、はい、ほらいつぞやのさ、はい、あのエボの直前にほらピラミッドができたじゃないですか。 あのピラミッドとあのやっぱ最近のピラミッドやっぱ違ったからね。その変化がやっぱあったじゃないですか。確かに確かに。さらにね、サラと C プラスはなかったっす。そうとかね、ザンギもだって B、B とかだったよ、だって、はいはいはい、確かにあれも B じゃなかったよね。まあ、だからねって梅ちゃんが言ってさ、確かに確かに。そしてみんな、おーっつって、あ、そうだよね、みたいな感じ。皆さんが言うんだったら、そう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 。まあその位置だよね、みたいな感じで。俺は、実はもっと強いと思ってて、今回ザンギいけるぞと思ってたんだけど、まあそんなのバージョンが変わった直後だったからさ、はいはい、まだ全貌は見えないわけじゃないですか。確かに、うん、このランク上げたいなと俺は思ったんですね、うん、だからそういう変化があってさ、だから今のお便りもこう、なんつうの、まあ、今はこのキャラ、今回このキャラ強そうだよね、でもちょっと時が経ったら絶対変わってくるわけだから、それは、はいはい、絶対変わってくるはずだから。確かに。その変化をどうでしょうっていう話だよね、うん。じゃあキャラランクのデモさんが今思う5強、確かに5強のキャラを、ああ対戦終わってからですけど、ゆっくりね。さ、ね、とりあえず殺意、あ、殺意まだ入る、きたと、セス、イブキ、セス、お、セスあります、セス、イブキ、あとロレント、うん、あと1キャラが難しいんだな、ユン、なんだかんだ入るんじゃないのかなと思うんだけど、
微妙なラインですか。いや、なんだかんだ入るんじゃない。ただ今回のユンと対戦してないから、まあ、そこは何とも言えないけど、はいはい、まあ、ユンかなっていう。セス何で入るんですか。体力50上がったのがやっぱり、ね、セスは多分上のキャラに強い。ああ上のキャラに強いってことか。まずロレントも多分不利だし、はいはいはい、で多分殺意にもいけるし息吹にもいけるって考えるとまあやっぱ体力50でね、あの上がって上のキャラに行けるっていうのは、まあ、それだけ強いのかなっていう。なるほど、俺はそれでセスを上げてる感じかな。ほうほうほう。サガトとザンギは入んないと。サガトとザンギはまあきついんじゃないかなっていう。きついか。え、でもね、ゲームに恩返しした時点だとね、まあまあ、それはね、自分のキャラ強いって言わないとね。そうかな。関係なくね。おんがしなのかな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 。キャラランクですよね。今日はね、ちょっとムックないの、ムック。うわ、あったんすけどね。そこ欲しいな。自分の部屋持ってったけど。おい、ハゲの仕業か。いや、俺、ちょっとムック持ってねえな。あいつ持ってんだけどな。じゃあこっちで、あれか、キャラ表出しますか。だってさ、でもまあ、とりあえず俺、やっぱ分かりやすい、はい、一個考え、やっぱ方針としてはさ、はいはい、やっぱり今回、そんなに言うても変わってないキャラ多いから、はいはいはい、だからそこが据え置きになってる、まあ、いぶきとかユンとかはまあそのままかなっていうのは、俺ユンはそんな変わってないかなとは思うんだけどね。だから、この辺は、まあ、ゴッドティアのままなんじゃないかなとは思うけどね。はいはいはい。それでユンとイブキ と、うん、またイブキ。サツイ体力50は俺結構でかいんじゃないかなと思うんだけど、はいはい、まあなんだ、 体力変わっても対戦内容には変わりないからさ、うん、まあ、サツイのパフォーマンスは俺ら散々見てるわけだからさ、それで、まあ、サツイが一気に弱くなるようなイメージは確かにそこまで湧かないんだよね。うん、うん、あと2つかな。立て4でも 5強かって言われると無事よな。5強ってな、まあ別に3強でもいいからね。あ、他にまあね、うん、え、殺意が5強に入んないってこと。いや、ちょっと分かんないよね、だって。ああ、そういうこと。ああ、まあ、スタップ最後。いや、そうだ、そうよ、ちょっとそこ持ってきました。そこスタッフ無理。ここはちょっとびっくりしちゃったな。びっくりで自分のちょっとなんか試合展開作ってくるんだけどね。もうさすがだよね。いや、もうだって、そうか、だって拒否ろとしてるのにさ、追いかけてくるよ、ね、いやいや、だってラインナイフもだって彼にそうか、彼にはラインナイフ確かに攻める一方で、ね、彼に画面端はないんだ、ね、体力50下がったっつっても、はい、殺意どんだけ P 勝ちして勝ってたんだよっていう。あ、まあ、まあね、そうだよね。ちょっとゲージ効率とか変わんねえからさ、ちょっと体力じゃ少ない。まあ確かにゲージ効率変わるわけじゃないですからね、うん、体力って。あんな体力減るぐらいだったら、あれだよね、スタンチ下げてほしかったよ。ああ、ピオッチャーみたいな、まあ、ゲージのあれ増減とか減らしてほしかったですけどね。それだったらワコンもやってまたゲージが1本半溜まってるとかはちょっとって感じでしたけど、ね、体力下げただけだったら、うん、内容は変わんないかなっていうのはやっぱそう思うよね。たださ、その体力、例えばさ、1050と1100の50の差とさ、はいはい、やっぱ850から900とか、はいはいはい、体力900とか950の50はやっぱ違うよね。 あの増え方が全然違うから、それって、はいはいはい、そこの50は絶対でかくて、だから例えばキャラランクで言ったら、まあ、このキャラとこのキャラの有利とフリーとかはあるけど、はい、やっぱし大会でやっぱし負けやすくなるの間違いないよね。殺意が安定感があるキャラかって言われたら絶対そんなことはない。ああ、前は、まあ、殺意は1キャラでトーナメント勝ち抜ける強さが、まあ、割とあったかなと思うけど、はいはい、だから今度の殺意分かんないね。まあ、そうですね。1回コンボミスしたらもうやれかもしれない、吹っ飛んじまうわけだからさ、やっぱり。確かに、うん、っていう考え方かな。だけなかなか難しいよね、キャラランクっていうよりは。そういうことかなと思うよね。
結構ちゃんと喋ってるね。ちゃんと喋ってる。ストップ細胞とか言われてないね。いやいやいや、これ大丈夫だ。まあまあ、それはね、ああ、俺も思います。ああ、なるほどね。それはいいらしいですよ。難しい。値段が監視されてるんで。監視されてるんで。確かに。なんかあったらすぐ攻めてくれる、ね、誰かが喋ってる時だけ耳澄ませてる可能性ある。そうだよね。ああ、要注意です。対戦4そっち6の可能性あるね。ああ、でも対戦負けてないのもすごいですけど。おお、そんなコンボあんだな。新しい今のコンボ新しいの。前から？いや、前から。あの一応あの EX スティンガー、EX スティンガー、EX パドリ、EX パドリっていうのが、4ゲージコンボ。4ゲージコンボ。すげえ入る。普通にスパコン使った方が減るけど。っていうコンボなんで。アドリブでね。そう。今撮影だと死ぬかなと思ったけど、全然知らなかった。あれだよね、あとスパコンリバーサー出るようになったよね。ああ、そう、リバーサー出るようになった。だいぶ違う。俺もさ、根本、ほら、トパンガで当たるってなった時に、はい、あの、ネモがスパコンがリバーサー出ないっていうのをツイート見て、あ、はいはいはい、俺実際にやって、あ、本当に出ねえわっつって。だったら、これさ、俺言わして、マジで。最近さ、理論値とかを最初に出した人がいるわけですよ。はいはい、最初に出したよ。なんか、そのダイアグラムは、はい、その自分の勝ち負けで決めるもんじゃないみたいなことをツイートした人がいるんですね。ほう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 。たまにゲストで来てますよ、ここに。ほうほうほう。たまにゲストで来てる人が、まあ、こういうことを書いてたわけですよ。ほうほうほう。で、まあロレント使ってるわけですよ、その人。はいはいはい。が、うん、俺が、いやマジロレントのスパコンリバーサイド出ねえんだけどっつって言ったら、いきなりあいつが、はい、うわ根本コマテクあらずかみたいな感じで、お前出してみろみたいな。本当マジ切れそうだな。根本コマテクあらずかみたいな。いやね、これね、LINEで僕らいたの昔一緒に結構これ言ってるラインがあって、はいはい、ドグラと、まあ、ネモさんが一緒のラインにいて、俺も見てるんですけど、会話を、はいはい、いやもうドグラがなんかこう、うかつなことを言うたびにネモさんがそれを咎めていくというね、息苦しいラインになってましたね。息苦しいラインになってました。俺もちょっとね、あそのラインにコメントするのをちょっとはばかられます。はいはいはい。ドグラがなんか適当なこと言うんですけど、まあ、感覚で言うんですけど、ね、適当っていうよりも、だってあいつなんかさ、例えば最初の中足パトパトパトっていうコンボに対して、はいはい、いやこのコンボスパコン暴圧するわみたいなことを、はいはい、あいつ、ああ言ってました、そう、はい、言ってんのにまず、はい、竜巻だよねっつって、竜巻だよねってそしたら、いや波動やろみたいな。そしたらなんかね、コマンド表俺見に行って、わざわざ、はい、ゲーセンまで行って、最寄りの、はい、ふざけんなよと思って、でなんかちゃんと調べたらやっぱりそうじゃねえかよ、はいはい、見に行ってあげくね、その写真とかあげ出すんだ。あれ、ログラクとか写真がついてね、LINEにログラク、これ見えるみたいな、このレバーの方向見えるとか言ってまた始まったよと思って、なんて息苦しいラインなんだと思って、俺はコメントしまいと思って、怖いとか言って、それももし根元同じラインになったら、いや気をつけたんですよ、気をつけるわ、気をつけたんです。うかつなことは言ったらね、うかつなこと言ったら、そう、写真付きでなんかやってくるんで、写真付きで、だってさ、しかもなんかツイッターにもさ、あいつはなんかちょっと自分こういうこと意識してますぜみたいなツイートしてたんだよ。それがさ、なんか竜巻をぐるぐる回しててウルコン合わせらんないみたいな、波動にウルコン合わせらんないみたいなこと言い出して、はいはいはい、コマンド逆だよねみたいな。いやまあそうですよね、確かに。あれマジで、それでいて俺にリバーサスパコンが出ねえっつったら、根本コマテクあらずかみたいな言われて、おそんプチゲーでしょ。いやいやいや、まあ、分かるっすけどね、全然分かるっすけど。いや結構ね、4、5回ねぶつかってるの見て、なるほどね、あ、僕はちょっとそっとラインを閉じました。なるほどね。しかもさ、ネモがかなり勝ってそうだよね。いやいやいや、そのぶつかりは。いやだって、あいつは理論値っていうことを散々言うわけですよ。はい、ほう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 。それなのにもかかわらず、フレームは把握してません。コマンドを間違えますとか、やっぱスタップ細胞あんのかなって。でも信じちゃうよね。いやまあわかんないですけどね。いや、そういうこと。いやまあスタップ細胞全く、ちょっとね、もう全く考えなくていいけど。何なんだろうね、スタップ細胞って。単語が面白いですよね。今やっぱね、ニュースに出てるからね。まあ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 。
まあ、まあ今日発表みたいないや、まあ、そう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 、まあちょっと旬のネタをね、使ってみた。まあコマンド間違えですね、言われたくないですね。あ、そう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 、うん、どうしようかな。なるほどね。でちょっとゲーム関係ないんですけど理系女子さん、タオ TV の皆さんこんばんは。理系女子好きだよ。ゲストでネモさんが出るとのことで楽しみにしていました。正直どうでもいいことなんですが、今まで見たハンドルネームで一番面白いと思ったものはありますかっていう質問は、はい、ハンドルネームか、難しいな。このリングネームマジ面白かったなって。難しいね。それ系結構それ意味じゃ言えない感じになりそうだよね。言えない感じになりますか、うん、大丈夫ですか。大丈夫かな。大丈夫ならいいけどね。でもなりちょっと行っちゃうんじゃないかな。いやなんかね、ああ確かにね、いきなり出せって言われてもちょっと難しいな。確かに絶対あるよね、まあ、絶対あると思うんだけど、ね、この名前やべえなっていう、こいつマジこの名前やべえ、うん、難しいな。バーチャとかだとリングネームコロコロ変えれたからさ、はいはいはい、あれはすげえ。みんな やっぱし会うたびなんかちょっと面白いリングネームにしようとしたりとかあったから、はい、なんか時事ネタ、時事ネタもどんどん出せるしさ、はい、だからこれスト4でもし変えられるとしたら、はい、だからネモは多分明日からあのネモアットマークスタップ細胞みたいなリングネームできるわけよ。まあまあまあできますね。そう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 、まあ、まあおしっこジョビビンなかなかやばい。確かにありましたね。マジでジョビンさんがそんな名前してるときはね。なるほど。まあ、確かにあったね。そうだね。キャッタマダメ太郎とかいたな。そんなやついたわ。そんなやついたわ。まあ、でも下ネタ系はちょっとね。はいはいはい、下系はちょっと。まあ、下系はまあ確かに。普通に笑い簡単に取れやすそうですもんね。うん、まあ思いついたらいいか。考えたらいいよ。だからもう難しいな、これな。確かに。あ、まあ、あとは、あれだな。キャベツさんは昔池袋タモリとかいう名前でやってたのか。タモリスカイ。確かにそんなような名前でやってたとかは。はあ、ははあ。なんかさ、リングネームなんかさ、何々いう格ゲーの何々勢の間でなんつうのは、全然リングネームを変えない勢と変える勢がいるイメージがある。なんか。ああ、これこれ、ああ、まあ、そうですね、確かに。バーチャー勢とかは基本的に変えないんだけど、なんか 2D とかは例えばなんか明日、まあ、なんか俺のちょリングネーム変えましたみたいな。ドグラとイコマデビルとか。ああ、あれどうなんだ。別にイコマデビルを名乗ってるわけじゃないね。な変な話。つけただけだよね、名前をね。スト4のカードに。まあまあつけただけだね。まあまあまあ。まあ確かにな、あんまり。アークゼロ結構名前変えますけどね、大会の時だけ。まあそうね。そういうのあるよ、なんかね、うん、まあ、まあその時の気分みたいな感じだよね。うんうんうん、いないっすな。どうしようかな。いやーこれなかなかね、ライン超えてるやつも来てますね。あー、積もる？さすがに積もんね。さすがに積もんね。さすがに積もんね。どれ？いや、もうこれ。あー、なるほどね。これはまあ、これはまあ別に。面白いからな、これもな。これさ、しかもネモさんに言わせてるだけだからな。これ俺らだったら、いや別に。確かに、そうなんだよ。って感じですね。そうなんだよ。分かってるよな。いや、これさ、俺が、ちょっと困るだけっていう。集団が強いだよ。何？いや、なんですか。いや、まあ、いや、まあ、これとか、これとか、まあ、読めないよね。ドラッグで持ってくればいや、まあ、持ってくればいいか。読まれてください、一応。ああ。お、来た来た、新要素。新要素。新要素来ました。減ったな。あれ、358？さあ、減るな。しかも、ピュアリティ高そう。まあ、普通に大攻撃と。そうだね。あと、コロコロがね、スタンチ200なんだ。ジャンプ攻撃を。普通に当ててるのと一緒。なるほど。あ、これも割れちゃうんだけど増えた。うわ、いっけ。お、いいですね。どっちのウルコやんのかなと思ったら、どっちでもいいんだよね、あれね。
食べれるか、まあ、こっちの方が高いとかあると思うけど、もちろん、まあ、こっちの方が高い。ああ、こういう質問来てますわ。ああ、これライン越えの質問来てますね。ああ、そういうこと。こういうのは読めない、読みづらいんですよね、うん、まあそうね、まあ、さすがにそこ俺もやめとこう。次長しとこう。セビキバミ昇龍さん、カオ TV の皆さんこんばんは、カブコンカップも終わり、今年ももう終わりとなりました。そこで今年はたくさんの試合や大会があったと思いますが、3人がおのおの思う、名試合などの印象に残った試合などを教えてほしいです。勝手な推測ですが、エモさんが選ぶ印象に残った試合は、ドリームハックのイタザンとルフィの試合じゃないかなと思っているのですが、どうでしょうか。そんなのはもう忘れてました。あ、そんなのは忘れてました。なんだろうね、俺はやっぱりそのマーベル、あ、はいはいはい、あ、自分のあれね。いや、まああれはまあ自分の中ではまあベストだけど、やっぱりマーベルのそのエボのジャスティン対クリス・ジーっていうのは相当やってる側からするともうすごかったけどね。なるほどね。まさかジャスティン半年かけてストーム戦法を考えてたとはとか、もうあれは結構ね衝撃的だった。それで何隠してたの？隠してたんじゃないですか、それに。しかもなんか大会でさ、そういうことってなんか日本人だとあんまやんないじゃん。なんかの試合通りやりますみたいな。でもジャスティンはなんかもうずーっと隠してて。エボで当たるときは一番にストーンでしようって、あれは俺の中ではすごかったな。一泊しなんだよ。じゃあ板田さんありますか。今年一番印象に残った自分の試合かな。あ、自分の試合か。いっぱいあるからな。どうだろうね、印象に残った試合。印象に残った試合、やっぱ板沢はあれじゃね、佐古さん対板沢。いや俺別にそうでもないんだよな、マジで。あれだって唯一勝ったからね。まあまあそうだけど、なんか別にこう佐古さんも別になんかね、変な話、ほら優勝確定だったりとかさ、そういう状態の。いいカードもね。それはそうでしょ。なるほど。だって飛び道具だ。あ、そうだ、飛び道具か。ああ、なるほどね。飛び道具見てきてくれた、うん、そうなんですよね。やっぱね、ちゃんと性能を知っていってほしいですよね。なるほどとか言われちゃったもんな。理論仕方でした。怖い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 ぞこれ。気づいたら手にしよう。え、気づいたら手にしようぜ。気づいたら手にしますか。あ、そうなんですか。やっぱりそうなんですか。そう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 、その手にこう。いや、ちょっとお茶を取っていただきます。はいはいはい、これ。あ、そうです。いや、こう考えても、いや、しかし、印象に残った試合、印象に残った試合、確かに根本は板橋さんけど、どうなんですかね、それで言ったら。ああ、まあまあ印象に残りますよ。あれどっち勝ったんだっけな。ああ、まあそういう話しちゃう。いいですよ確か。いや、いいですよ、いい勝負だったそれね。サンタロと一緒だから。そうなの。そうなの。そう、いや、なんで笑うの。サンタロさんもしかしてディスってる。いいよ、サンタロー、サンタローレベルだぞお前みたいな感じで言って来られたからちょっとおかしかったよね。まあ言うてもね、ああ言うても俺がエリーガーなのにもかかわらず、なんかねそれをずーっと言ってくるんだよね。ああ、なるほどね。そう、Bリーグ落ちたとも、Bリーグ落ちたくせに、そう、なんか俺の方が上みたいな感じでそれをずーっと言ってくるんだよね。いるだからね、なんかその直対で勝ったら強いみたいな、そいつよりも強いみたいなね、まあ単純な計算ですよ。はいはいはい、まあそれ確かにサンタロウさんと一緒のパターンでしたね、今のはね、まあ、タイミング的にね。なるほどね。はいはい、ちょ、印象に残った試合だからさ。はいはいはい、別に俺は別に、いや、でもどっちが勝ったのみたいな感じで言っちゃったからさ。あ、こいつはあれだな。オッケー、次の質問行こうか。次の質問行く、次の質問行こうか。あ、じゃあ、ちょっと、なんかないの。あ、俺か。俺なんかあるから。なんだろうな、なんだろうな。お墓で PP 高いぜかな、これは。印象に残った試合か。いやでも難しいよな、やっぱり。印象に残った試合って言うとなかなか。あ、でもあとカッポンカップで
シェンが、うん、梅原さんにダルシム出して、はいはい、ギリギリ勝ったところはやっぱ面白かったですけど、確かにあの辺もなんかみんな すげえよな、うん、あのやっぱそこは日本とやっぱ全然みんな違うよね、やっぱ、うん、まあ取り組み方が違うよね、まあ、向こうは言うても対戦関係恵まれてるわけじゃないからね、うん、ああまあそうか、うん、確かにやっぱキャラ対するっていうよりもキャラかぶせで、うん、かぶせちゃった方が早いっていうか、あれびっくりしたの、最後まで使うと思ってなかったし、対策しようとしてもできなかったりするからね、こう無理だからっつって、うん、無理だからこうした方がいいじゃんってなるっていうのはある種、まあ、それ一つの考え方だなっていうか、うん、文化の違いみたいなもんだよ、環境の違いなんだろう、うわー、確か、なるほどね、やっぱりそうなるんだ、やっぱりね。質問どうします、質問結構来てるなと、今から来ても全然反映されるんだよね、これ反映されます、反映されます、あのリアルタイムですぐ反映されるんで、よかったら、ああそういうこと、あのそう、視聴者がもう今からそうそうそう、あもうすぐ反映されるんだ、うん、だってさっきもあのリングネーム理系女子さんってあれだってメモが言うからそういうリングネームで出してきたね、ああなるほど、そうでしょ、そういうこと、絶対そうでしょ、はいはい、確かに、まあ、確かにそうだ、うん、新ネモファンさん、2先3先のトーナメント、7先10先のリーグ戦、キャラ替えのユーム、1ラウンド、3ラウンド、5ラウンド、ウルフォーはさまざまな試合形式がありますが、ネモさんの思う最強を決めるのはどの形式が一番ふさわしいと思いますか、またその場合誰が勝つことになりそうですか、という最強を決めるってなんか難しいよね、最強を決める、なおかつキャラ差が出ないとか、キャラ差、キャラ差が出ないっていうか、別になんか言うそのかぶせでもありみたいな感じでしょ、はい、そうですね、最強決めるの難しいよな、まあ、いろんな形式をやって一番勝ってるやつでいいんじゃねえのとか思っちゃうけど、え、ユームじゃないのこれ、なんかありなし、これきちえ、ユームっつったの、いや、ユームって言いましたもん、普通にありなし、やべえな、ウムで、ウムで、ウムか、ウムではないでいきますか、ここから俺ここから俺、ウムの男だっちまうな、俺はウムって聞こえたから、聞こえました、うん、なんかこのその手でいけるか、もうまあ聞こえなくても多分なんかその手で取れたしお前それそお前がそこでぐじぐじやるってどう、あ、分かった、ネモさんもあのちょっとぐらっちゃうからさ、そうそう、そう、俺結構体勢に必死で全然分かんなかった、ね、そう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 、まあ、一応ね対戦相手が、いやその手紙の弟子ですからね、でそのネモがすごい切れてんのに、はい、いい動きしてるのにお前がちょっと持ってっちゃうことになっちゃうからそういうことやると、いや持ってったつもりですけどね、ちょっと気をつけて待ってから、出ないな、じゃあ一応最強決める形式、ね、うん、そうだからいろんな形式ね、うん、だから長期戦もあれば、あの、まあ、長期戦もいいんだね、そうし、でかいでかいトーナメントとかね、このゲームいいのって思っちゃうよな、なんかだってキャラ差が出ちゃうじゃん、そうなんだよね、あでもキャラ変えれるんだったら、でもそうするとあれでしょ、今度はなんかかぶせをいっぱい持ってる人が勝つみたいな、うん、あ、なんか難しい、かぶせいっぱい持ってるやつがでも最強の方がいいんじゃないですか、まあそうね、やり込み要素出てるよね、このゲーム、お、うまっ、飛んでるか、あぶね、てか届かかった、何がいいんだ、さっき EX エアレードをガードしてさ、はい、アドンのジャガーなんだっけ、昇竜拳入ってなくなかった、あれ持続だったのかな、リバース出てたよ、出てました、うん、ね、前の頃はサキットだったからとか、ね、EX エアレードはしゃがんでからあの立つのが遅いと持続になって、なるほど、あの本来なら立ちっぱだったら5フレなんだけど4フレになる、あ、なるほど、ちょっとずれるってことね、そう、アドンの勝利4だっけ、4555とかだった気がするな、発生、あ、弱が4、弱が4だから、うん、じゃあ多分ちょっとリバーサーじゃないんじゃないかな、なるほどね、
そう一応そういう風になる。了解です了解です。あとはまあ背高いと例えばヒューゴだったらプラス多くなったりとかあると思うし。ああそれは、うん、ある。まあまあそれいろいろあるんだろうな。確かサガットが前回で4だったんだよ、うん、4になる時があるみたいなことボンちゃんがとやってて。なるほど、ね、ボンちゃん4ってどうやって調べたんだ。4ってあるサガット。いやないんだけど4になってるっぽいっていう。あなってるっぽい。コパンがビタなんか結構返しやすいからとかそういうことかな。たまたま成功してんじゃねえなと思ったけど。そんなそこで噛みつかなくても。そこもそこも噛みつかなくてもダメなんだって。別に、うん、じゃないのかな、うん。しっかりとしたルールは。いやまあ難しいよね。難しい。ああ。でも俺も別に最強決めなくていいと思ってるからね別に。え？ああ、あれであの天下無双とはみたいなさ、はい、バコモンドでも天下無双をみんな目指すんだけどさ、はい、天下無双とは何かねみたいな話になるわけやから、まあはいはい、天下無双とはただの言葉じゃんってなるわけよ。ああいや読み込んでますよ。ああ、はい、バコモンド見てくれれば分かるんだけどさ、はいはい、そういう話だと思ってるよ俺は。なるほどね、うん。じゃあまあ、だからもうスタップ細胞みたいなもんですよ、それも最強も。ほう、ほう、うん、言葉だけだろ。そう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 、まあ、最強なんていないんですよ。決まるかもしんねえのに。ああ、最強決まるかもしんねえんだけどな。ダメだ、もうわかんねえ。もうわかんねえ。もうわかんねえ。わかんねえ。もう噛みつきゲームになってる。トリッキーなんだけど。噛みつきゲームみたいな。攻めてきたのかどうかもちょっとわかんないぐらいの。オッケー、次のスモーパー。オッケー、いや、噛みつきになってる可能性がある、これは。もはや、ノーネームさん、レモンさん、イタリアンさん、カズノコ、こんばんは。レモンさんは来年もウルフを中心でプレーするのでしょうか。アルカップを海外の大会でプレーするレモンさんも見たいです、と言われてるんですけど。あー、なるほどね。ウルフを中心で2015年は感じで、あ、最近は鉄拳もちょっとやったら、確かに鉄拳もやってるし、話もあるからね。鉄拳はね、でもむずい。鉄拳は単純になんか遊びで新しいゲームやってみたいなっていう気持ちで、まあ今やってるかな。まあ来年も多分まあウルフォーがメインだけど、まあやっぱりアルカップはかなり好きなゲームだから、まあアメリカ行く前にちょっと練習しようかなっていうぐらいかな。まあアメリカ行く機会はあるんだけど、はいはい、アメリカ行く機会、あのそのなんか次はこれ行くとかはないの？あ、決まってない。それは今のところはないな、うん、なるほどね。やっぱその日本だとやっぱ対戦相手がいないから、で今みんな結構そのブラックアイのみんなはあれギルティ結構、ほう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 、そうやってて、でなんか陽介さんっていう人がさ、はい、いつも対戦してくれる人だったんだけど、はいはい、その人がもう辞めちゃって。え、そうですか。他のゲーム行った、まあ、ギルティで、まあ、俺がアメリカ行くときは、まあ、付き合いますよみたいなこと言ってくれてるんだけど、はいはいはい、マグリード使ってる人っすよね。今ゼロかな今。あの人アルカップすげえ好きなんでたったの。そうそうそう、コート違うゲームに移動したんだ。まあ元々はなんかギルティ勢だったらしいけど、へえ、そうそういう人もいて、やっぱルフォーが中心ですかね。なんだかルフォーを軸に、そうね、あのゲーム感じですかね。ギルティも思い出してあげてってなってるけど、なんかギルティ触ったりとか。ギルティはやるならもうファーストはいいなっていう、うん、あ、ファーストもいい。そうそうそう、最初でもねやろうとしてたんだけどね、はいはい、すごいやり やつやね、だって勝ってるゲーセンでは、秋葉の大会にもう出てたしね、俺。うん、まあ、ちょっと出てたしね。まあ、なんか段位もね、さ最高段位。うん、結構な数で、2ヶ月で1000試合ぐらいはやったんだけど、うん、まあ、最初、まあ、出た時に、まあ、ギルティギアって言えば、ね、私ですよみたいな感じですよ。妹小川のゲームみたいなことを昔は言われてたわけですよ。言われてましたね。ね、そう、そういう風に言われてたんですよ。まあ、板橋さんはちょっと分かんないかもしれませんけど、まあ、そういう風に言われてて、はい、言われてて、で、はい、
まあ、結構そのギルティって、まあ、チーム戦がメインっていうか、あ今まで、はい、そうだよね、闘技とかでも大体3オンとかなんだよね、シングルは見ないでしょ、って全部3オンだったんじゃない、あれ、あ闘技、っっそうね、全部3オン、そうだよね、そうだから基本的にはチーム戦をやるゲーム、はいはいはい、やっぱりその、まあ、復活したとしても、うん、まあ、割と勝てるんだけど、そのやり込んでるやつには、まあ、勝てないみたいな、はいはいはい、そんな状況だったから、まあ、シングルスだとちょっと勝つのが辛いっていう、なるほど、そう思ってて、で、まあ、10年後根本小川のゲームって言われてんだったらさ、うん、チーム戦あった時にちょっと小川ちゃん組もうよっつって、うん、そういう話をしてて、はいはい、で小川と組めたの、ああはいはい、まあ、そうそういいですよ、あるんだったら出ましょうよっつって、でちょうどその時にアークレボが、うんまあ、今度あるねみたいな感じになってて、まあ、それを目指してやってたのね、うん、ああそうなんだ、そう、はいはい、まあ、これだったらその活躍できるみたいな、まあ、ちょっとほとんどのキャラ小川任せになるけど、まあ、小川が苦手そうな、まあ、例えばイーノとか、まあ、ミリアとかをまあ中心的にやれば、まあなんかウルフォーと並行してできるみたいな、はいはいはい、そういう感じでやってたんだけど、アークレボがシングルスって決まった瞬間に、はい、もうフェードアウトもうやりませんって感じ、もうやりませんって、もう多分活躍できないし、多分予選取るのも苦労しちゃいそうだ、ああまあそうですね、苦労しますよね、多分だ、それだったら、うん、もうウルフォー一本に絞りましょうか、なるほどね、そう、そういう、まあ、大会とかそういうそういうきっかけが重要って話ですかね、うん、そうそうそう、あ久保さんは本当大会に向けて仕上げていくパターン多いですよね、エンジョイっていうのも、まあ、あるっちゃあるんでしょうけど、やっぱ勝った方が面白いし、やっぱ大会出るっていうのがやっぱ面白いから、はいはい、やっぱ大会を中心に考えちゃう、確かにな、判定強くなったな今日は、モサだから終わらないか、難しいね、さすがにこのアドはモサだと思う、でも PP 増えてるね、5200、本当だ、ちょっとやっぱロレントが強くなったのとプラスロレント一番強いから勝ちますね、5強だからね、なんだってこれ 5% だから死にますもんね、そうだね、全然全然死ぬ、おー、ね、5番だったらね、シャガコパ受けてこっちのシャーコパ当たって、デモの動き見てるとマジで想像できないから、なんか見てて面白いね、うん、なんか前ダッシュして小足やって、そのまま前ジャンプから、あの なんだっけ、表裏だったりとか、あのなんだっけ、こう棒で立つやつ、あ前なんて言ったっけ、ロッド、ロッドでいいのか、ロッド出したりとか、はいはいはい、いろいろバリエーションがやっぱあるから、距離でなんか表裏できる場所とか分かってますよね、うん、うわ、今までにプレスタイル似てるらしいですよね、でしたっけ、やって、いや、てか前のバージョンこの人に勝てなかったからね、ああそうなんだ、あ、あれか、これ台湾の人か、そうそう、あ、はいはいはい、なんか弟子でもない、これね、EXA レード実はあの空中の判定は弱くなってる、あ、そうなんだ、今みたいなところで、だって空中で昔当たってたもん、ああ、そうなんだ、こういった判定が下に、そう、やっぱやる、フェイクだったっけ、マジか、よくできない、はい、うわー、しっかりしなる、割れるんだ、あれ割れる割れる、うん、じゃあ、どうかな、まあ、さっきと似たような質問になるんですけど、ペンネーム梅ちゃんさん、カワティビの皆さんこんばんは、皆さんはトパンガリーグのような長期戦とエボやカプコンカップのようなトーナメ形式どちらが好きですかっていう質問来てますけど、トーナメントと、まあ、トパンガリーグみたいな長期戦、長期戦のリーグか、まあ、2先のトーナメント形式みたいな、はいはい、まあまあ両方面白いよね、まず、まあそうそう両方面白い、まあ俺はあれだね、2先の方が好きだね、その
まあ、なんでかっていうと何が起こるか分かんないっていうのがやっぱ一番面白くて、やっぱ長期戦でやっちゃうと結構もう組み合わせ的にもうあこれも決まってるよねみたいな、なんかそういった想像ついちゃうのがちょっとあんまり長期戦は好きじゃないかなっていう。やっぱあと見てる人が冷める場面がある長期戦で、はい、もう無理だろうなってなった時に興奮がなくなるってことですよね。そこから逆転できるんだったらいいけど、できないってなっちゃうとまあ冷めちゃうから俺はあんまり。なるほどね、うん、確かにな、一回の行動に重みもなかったし。でも格好格とかの景色の方が好きですね。ジョダンさんは？まあ、もう俺もどっちかって言ったらそっちだけど。ジャキアス。まあ要はなんか趣旨が変わるからさ、長期戦と短期決戦で。だからまあそれぞれいいとこあるかなっていう感じではある。うん。だから長期戦でだれちゃうみたいなとこもあるけど、やっぱ長期戦がっつり見てちょっと読み合いの変化とかを楽しむ部分もやっぱあるじゃん。はいはい、この辺で。急に投げを多めにしてきたみたいな、そしてそういうのもあるわけだから、うん、だからまあそれぞれで、やっぱり2先を勝つんだったら2先を勝つ瞬発力が必要だからさ、うん、普段だったら本当は手堅くやんなきゃいけないんだけど、でも2先を積もりに行くために前に出るみたいな、うん、そういうとこもあったりとか調整点かもしれない調整点普段のやつでやっちゃうとハイヤとかもこんな速くなったの、全然無警戒だみたいな、あんな技ね回転しなるとかないと。そうだよ恩返しはいいから発揮しよう恩返しはいいから、おい乗っかってんじゃねえよおい恩返しはいいから、まだ難しいな。いやー攻めるもん、いいんじゃないか、やっぱり攻めも守りもだよね。そうですね。ああ、うわー、危ねえ。うわ、これうまいくぐり。お、これは入んない。あ、うわー、痛い。あ、これはかーん。行くか？行くか？行く。一番か。ね。ちょっと似たような質問はちょっと。話しにしようかな。ヘッダー128で、でもそれ言ったらさ、じゃあ1先と2先どっちがいいって言ったらやっぱみんな2先って言うよな、まあ、そんなことないか、みんなってことはないけど、まあちょっとあれじゃない、そうだね、1先はほんとすぐ終わっちゃうからな、なんか読み合いが分かる前に終わっちゃうみたいな、はい、楽しめないかもな、実先は。これはな、うまくなりてんじゃな。お、下がった？なる。高揚路入ってくる。うわ、垂直結構きつそうだな。これね、前から勝てないんだよね。安定が強くて。なんか見てる、なんかこのアドの人結構グラつぶしみたいな感じで打つけどさ、はい、あんまグラつぶししてもあんま意味ないかなって思っちゃう、ロレントって。だってぐるって回るからさ、グラップが。遅らせ中攻撃とかあんまし当たりに、それよりはグラップ狙うんだったら、あのまあ持続でやったのかもしれないですけど、ね、どうなのかな、調べてやるのかもしれないです。グラップを潰そうとするんだったら MDA みたいな、
そこ潰した方がいいよね。どうなんだ。じゃあネモさんゲストありがとうさんから、皆さんこんばんは。ネモさん他出演者さんのキャラを選ぶときの基準を聞きたいですっていう質問が。なるほど。まあ、ザンギさんはまあ確かに俺らまあ、うん、まあザンギ固定だからね。まあ名前別にストリートファイター以外でやるんだけど、まあ、ザンギ固定だから、ね、ああやるんだけど、まあ、ちょっと、まあまあ、ばあちゃんとかはどうぞって感じで話どうぞやっぱストリートファイターはやっぱり残機固定でしょ。まあちょっと分かんないけど別に。名前的には。他のキャラ使ってもいいと思ってるけどね。まあ、名前的にはまだ、ね。名前的にはそうですね。まあまあ。確かにでもじゃあなんでロレンタ選んだのかなとかそういう話だよね。まあそうですね。ああ。まあ、俺は使ってて面白いっていう。使って面白いキャラか。動き遅いキャラとかでもあんま使わないイメージなんですけど。確か速いキャラかな。投げキャラあんま使わないですよね。タメキャラ？あ、投げキャラです、投げキャラ。まあ投げキャラはね。じゃあ例えば、じゃあ例えばエレナじゃなくて、なんでロレントなのみたいな。ああ、そうですね。ねえ。どの辺を面白いと感じるかっていう、ね。そうだよね。うん。うん、どの辺を。そうね、まあなんか動かせるキャラが単純に面白いかな。遠距離でも暇な時間がないから、まあ、やっぱりロレントもさ、体力負けしててもナイフ打ちまくってたら相手攻めるし、あ、はいはい、チュンリーもやっぱり気候圏で相手動かせるっていうのが、はいはい、まあ、面白かった。動かせる系が好きなんだ。今のはリバスじゃなかったな、アドンが。お、リバースボックス。選ぶ基準か。まあやっぱ攻め強いキャラは僕好きっすね。あ、攻めないとつまんないっすね、まあ、俺は逆に。合ってるキャラはあんまり。確かに数の子が待ってるキャラ使ってるの見たことないな。サガットぐらい。探すとくらい、探すとくらい、ガンガンタイガニーで突っ込んでましたけど。あ、まあでも基本的にはマチキャラないか。マチキャラあんま面白いと思わないですね。なんだろう、待ってる時間が本当暇ですか。だったらさっさと決着つけた方が面白いし、大会とかは待つんですけどね、さすがに。まあそれはね、うん、それはまあ勝ちたいから。それは楽しみたいしな、普通の対戦だったら。まあそう、まあいろいろ試したいし、試したりとかこの辺ですかね、僕は。ペンネーム七七さん、皆さんこんばんは。今回のアプデからロレントを練習しているんですが、ほうほう、ネモさんのプレイを参考にしてナイフでゲージを貯めていると無駄に被弾してそのまま負けてしまいます。ナイフのゲージ貯めで気をつけていることやゲージ運用について聞きたいという。おお、がっつりがっつりロレントの話、ガッツリの話ですよ。まだ対戦中なんでね、なんですけど、まあ割と結構適当だけどね。適当ですか。ゲージ運用についてっていうのがちょっと難しいですよね。今回変わってきそうだよね、とりあえず。そうそう、前はさ、なんかなんだっけな、まあ、コンボにゲージ使った方がって感じでしたね、前は。で、あとゲージ使うとこないから赤スビを頑張って使ったりとか、はいはい、してたと思うんだけど。まあもう前のバージョンは必死だよね、とりあえず、うん、もう守りにゲージを回しても全然意味がないから、うん、とりあえずもう勝てそうっていう時にとりあえずゲージを使いまくるっていう、うん、今のバージョンだとね、やっぱコロコロが強いからとりあえずゲージ残した方がいいとは思うし、まあ EX パトルとかも使う機会増えましたもんね。1本そうそうそう、1本貯めたいっていうところだよね。あれは別に1本貯めても貯めてもだったんだよね。おお、じゃあ1、はい、定位置ありそう。ここで引いていく。おお、ここでいいよな。このそのジャンプ中キック先端のさ、はい、まあ
なんかロレンと超強い部分なんだけど、そっから今までしゃがみこパンしか繋がんなかったのに EX パドまで繋がって、その後近代パンまで繋がるじゃん。それがね150増えてるからね、ダメージ単純に。前までジャンプ中キックしゃがみこパンって100しか出なかったのに、それが1ゲージ使っちゃえば250間違えた、ダメージ出ちゃうし、あとビーボスダメージ出ちゃうし、まあ、近代パンその後ナイフ投げてるし、まあ、攻めも継続もできるっていう、それがすごい強い、ね、でウルコンも入るじゃん。確かにウルコン入るのやばいっすよね。こんなにウルコン入りやすいキャラいないっすよね。今回一番ウルコン入りやすいんじゃないですか。おっと、この発言安易じゃないですか。いやいやいや、いや普通に入りやすくない？入りやすい。他ちゃんと自分のキャラ照らしてますからね。ああなるほどね。僕ゲージ3本でユンユンとかも入りやすいから、ゲージ3本で画面端ないと入るんですから。僕のキャラ、コパン入れば入りますから。まあそうね。てか今回に限ってはちゃんと自分、まあ、ユンより全然入りやすい気がする。ちゃんと自分の防衛手段を用意してから根本さんに話しかけるのが大切です。これ大切です。これやるね。僕はこう思います根本さん。だから俺もね。だからこうです。さ、なんか穴がありそうだなと思って聞いてみたんだけど。いやもうちゃんと慣れてるんで。根本さんのライン見てる。なるほどね。そうかそうか。ちょっと防衛手段を全部整えてから攻めた方がいいです。なるほどね。ちょっと検証実験失敗じゃない。なんで検証実験かね。検証ってないの。キャラ対できるね。なるほどね。うおー、打ってったな今。あの起き上がり早いからじゃない。ああそうもあったよね。起き上がり早いよね多分ね。まだ早いっすかね。まあ、早いから、ね。うん、天然で早い。天然というかもともと早いはず。マックス狙いの。いやーなんだかんだ読みがするねな。ああ。かばれてる。狙が。いや激しい。うわーこっから入ってくれると激しいですね。いや怖かったな。さっきコンボが途切れたけど食らい続けたのを多分アドンは上入れっぱにしてた。いや普通に暴れてしゃがみ込まれた。暴れてたのかな。うわこれこれそう。うわあつか。うわあこれはスパコで死んだな。第スパコ。ズゴ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 。あ、そっちなの。ズゴズゴだった。これ、こういうのが。これどうすんの。どうすんの。いや、垂直ジャンプ結構無傷でやるのは無理だな。じゃあちょっとスト5の質問が多いですけど、反復横跳びさん、皆さんはスト5の PV や実際のゲーム画面を見ての、率直な感想、もし改善されてどういう感じのゲームになったら面白いと思いますか。意見を聞かせてください。スト5、うん、スト5現状のね、うん、現状どう思ったかっていう。スト5ね、でも俺言うてもほんのちょっとしか見てないよ。いや俺もほんのちょっとしか見ない。 PV 見ました。 PV はなんか PV チュンリーとリュウがやり合ってる、はい、あ見たけど、プレイアブル見てないんだ、うん、あそっちは見てないですか。プレイアブル見た方が分かりやすいかもね。そうっすね、うん、まあ今んとこはちょっとあんまり期待できないですよね。なるほどね。なんとも言えないね、まずね。まあまだ早いっすよね。まだ何も言いづらいっすよね。どんなゲームも一回のあんなもんすよね。でもそうです、うん、そうでもないですか。なんかこれっていうのがあんまり分かんなかったから。あそうシステムのファイブはこれですみたいなのが、はい、うん、なんか、うん、そういう意味では特にっていうのがまず思ったよね。だってあのさ、カズノコと一緒に見てた時も言ったかもしれないけど、はい、なんか
かもうガラッと変わってほしいなっていうか、うん、うん、まあ、ナンバリング変わってますからね、うん、それは全然別の要素が加入してほしいなって思うけどね。なんかのリベンジゲージとかは結構こっちのやつそのまま使ってるっぽいし、うん、そういうとこ以外は見たかったですけどね。そうね、うん、前のやつは前の要素はそのままでもいいと思うんだけど、新しい要素欲しいなって思うよね。そうですね、うん、まさかこれ画面端相変わらずきつそうですね。垂直ジャンプキックで結構あれ普通にやっぱジャンキが止まんねえな。なんか止め方を考えないと。EX ローリングみたいなのも結構潰れてますもんね今。そう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 、ちょっとジャガキ対策をしよう。台形置いとくとかダメなの？なんか置きになっちゃう。まあそうね、まあ、まあ、でもなんか今の戦い方で勝てないんだったら、まあ、それをやっていくしかない。そういうことやった、考えた方がいいってことだよね、うん、しかももうこの人しか入ってこない。じゃあこの人これ出そう、これ出そう。あ、これ出すんですよこの人は。あ、この人はってこと、はい、ちょっとこの人が夜が入るの早すぎて他が入ってない可能性あるんで。編成の精度が高いんだろうな、うん、入るのうまそう夜。じゃあちょっと待ってから立てるから。そうですね、まあ、ケチャップもいいですね。スト5は想像できないのがいいね。もうシステムとかもう あこういうシステム作ってきたんだみたいな、はいはいはい、うん、まだ全部真剣にしちゃうとか思い切ってやっちゃってほしいけど、うん、うん、それは確かに、うん、今だともうなんかキャラ固定みたいな感じで、うん、ちょっとか今までのチーズのキャラ出しまくってますからね。うん、まあそうだね、かなり全員集合だからね。全員集合っすよね。集大成みたいな感じ。おーまっ、あ、わっ、なかったかな。おお、クラス。どっちでもいい。ストライク欲しいな。ストライク。まあ、うちらはまださ、やっぱしウルフォーバージョン変わったばっかりだからウルフォーに目がいってるよね。そうで、強いて言えばオメガだよね。そうですね、オメガはかなりいってます。強いて言えば。あの大会をミックスアップライトが多分開きそうだし、ちょっと見てみたいですよね、どういう感じなのか。うん、あの果たしてどこまで盛り上がるのかっていうのも分からないし。うわ。うわ、どうなの？ナイフで止めて。あれはすぎできないのかな？危ない。使いの前ジャンプするでいいからな。おい、ジャンプだ、ジャンプだ、いけ、ジャンプだ、いけ、早出し早出し。うわー、しっかり突破。あ、ここもリバースじゃなかったな。早いんだよな、あれな。うわ、マジか。転がんなきゃダメだった。あー、きつい。これ対策しなきゃダメだな、やっぱり。そうだね、うん、対戦にアドンもあんまいないしね。あんまいないっすね、うん、いいね。じゃあお便りで、かぶせ合い宇宙さん、皆さんこんばんは。配信お疲れ様です。先ほど海外選手の取り組みについての話がありましたが、日本人選手間の対戦だとかぶせイコール悪という風潮が少なからずあるような気がします。特にかぶせでサブキャラを出して負けた時に少々叩かれすぎる気がするのですが、ウルフォーのキャラかぶせやサブキャラについてお三方の意見を聞かせてくださいって思うんですけど。なるほど。確かに日本だとなんかかぶせあんまりイメージ良くないですよね、まあ、イメージが悪い。あれは何なんですかね。自分が見たいキャラクターじゃないからっていう
言うても飽きると思うけどな、なんか同じキャラだけってなっちゃうと。あ、まあ、今はなんかばらけてるからまあいいかもしれないけど、はい、飽きちゃう気がするけどな。あ、日本だけじゃないんだ、海外かぶせが悪の風潮は。日本だけでもない、だけではないんだ。まあエボとかでもやっぱお前のこのキャラ見せろみたいなあるよね。 ありますよ、うん、だからブーイングだ、ゲマビがさアドン以外使おうとしてブーイングをしたりとかさ、はい、今まであるよね。ありますね、確かに確かにね。武士道みたいなもんですか武士道とは違うんじゃない。カスタガリの配信ですら言われますからね。何を言うんですか。セガの5もヒューゴ出るから、ヒューゴで実写したら、はいはいはい、外人が外人からリプライ飛んできていや、お前のヒューゴ見たくないんだよ、なんで言う使わないんだよマジかこいつら、日本語勉強してこれを伝えたかったのかこいつって日本語できたんだ日本語できて、ベーダマジかって。外国の方が多いのか、外国の方がむしろ激しかったりするのかな、そういうの。難しいだな、キャラ。でもインフィールとこまで行くとなんか許されてますよね。だからそれ、もともとキャラが豪気だったからっていう感じじゃないの。あ、でそれがさ、破綻とか、はいはい、豪気に比べればって感じか。見てて面白いし、うん、今まで結果出してるからな、がっつり。まあそうですね、キャラ選択でワクワクしてるまであるもんな、まあ、確かにね。まあ、やっぱりインフィルはそのキャラかぶせに関してはさ、そのエボ2013で PR ログに、うん、ハカン出したね、ハカン出して勝った時とか超盛り上がってた、うん、なんかそれまでインフィルってもう本当に豪気で寒いみたいな感じだったけど、なんかあそこでいきなりボーってなっちゃったからさ、ね、インフィルがイメージ変えたもんってありますよね。みんなの心掴んだからね。そう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 、あれね、あれかなり掴んでた、うん、確かに。佐古さんも許されてるよな、内容がしっかり、そうしっかりしてますよ、ね、使えてるとおーすげーってなるよね、でなんかやっぱサブキャラ出したけどグダグダでコンボも繋がんないでごめんなさいみたいな時はそれしかやんねーとかね、うん、とアルカプとか結構チーム変えてきますけどね、なんかね、相手に変えて変える変える変える、アルカプは許されてるのかな。まあアルカプはもともと3オンみたいな、キャラを変えるとチーム変えるのはまたちょっと違うよね。あ、まあ、そうかそうか、背負ってないよね、なんかキャラを背負ってるのか、だから例えばアルカプとかもチームを背負ってたらあれかもしれないけど、別にチームを背負ってるみたいなあんまないよね。そうそう、多分ね、確かに3対3だからな。うん、なるほどね。伊藤さんの場合、かぶせキャラ全部ぶっ飛ばして、カルタカプトが優勝でしたね。タイのやつ？あ、タイか。ああ、タイガッパカとか。だから、それ、でもちゃんとかぶせられたら絶対きついからよ、こっちで。まあまあ。次やったらシェーン、ダルシュも仕上げてきてるとかありそうですね。全然ありそう。うん。ここら辺から。毎中継だから空中ヒットになって。そうだね、かかったもんね。あと俺ね、セスがやっぱきついなっていうのは思ってさ、あ 今一番きついかなと思ったな、ね、まあまあバージョン変わったままだからばっかだからあれだけど、セスってさウルトラになってさ、はい、あのいろいろ弱くなったけど、はい、強くなった部分もあってさ、ほら、はいはい、ダイパンが強くなったりとか、ウルコンが出てもノーリスクとかさ、はいはい、そういう要素がさ残儀にすげえ影響出しててさ、あ嫌なんだよね、はいはいはい、ああしかも弱割が、ね、距離が短くなる、まあ追えなくなっちゃったらかなりかなりきついですね。ああかなりきついかなって思ってる。だからその前はサガットだったんだけど一番きついやつみたいな、はい、今はセスの方がきついんじゃないかなと思ったね。ああ弱割の弱体化は別にサガットにはそんなのですか。サガットはいやーちょっと分かんないね。それはやっぱ前のザクバナは絶対いいけど、ちょっとまだ分かんないね。新しい使い道も全然あるから、あ前できたことと今回新しくできることってのがあって、それをしっかり詰めないとやっぱ何とも言えないね。うん、あんな大幅な変わり方はマジで
怖いっすよ、ね、怖い怖いなと思ってた。怖いマジで、できることが半分になっちゃったから。でもまだ半分あるんだけど、逆に言うと。ああ逆に言うと半分あるんだけど、でも今まで積み上げたものが、セットプレー、俺のセットプレーメモ帳とかやばいよ確かに全部使えなくなるんですよね。そう何々からはこのジャックバニーだと、まあこう空中ヒットしてとか、そうそうとか、追いかけてシベリア、ジャックバニーで追いかけてシベリアンとかさ、いろいろあったんだけどさ、完全にあれですよね、終わっちゃった、なくなっちゃったよね。完全もうダイナマイトと思われてますよ、ネモさん。ほらダイナマイト何、まあ、ネモさんが残儀のメモとか聞いちゃったからね、まあ、何メモってんだかみたいな感じだったいや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 メモ、メモるでしょ、メモるよそりゃ。ネモさんが、まあ、でもそういうことしてたんだっていうのはちょっとびっくりだった。あ、そう、ちょっと残儀使いに失礼だなっていう。結構ね、デジタルなセットプレーがいろいろあってさ、例えばバックステの全体フレームがこれぐらいだとこの相手にこうなるみたいなのが あるから、それやっぱね、メモないともう分かんねえんだよ。44キャラもいて、久々に対戦するキャラとか、それはね、そこはまあ普通だからね。しっかり結構まとめてんだよね、テキストで。確かに、うん、メモは重要だよね、やっぱり。格闘ゲーム忘れてたで負けるのが一番アホらしい、うん、そうそうだね、やっちゃったみたいな。いやもうダイナマイト扱いしますね、リスナーは、うん、俺も常に爆撃には怯えてる状態だけどねなんかもうバッていかなくなりましたよねもうなんかちょっとちゃんと確認してからちょっとそうだね、接近してる感じも、はい、慎重になってきてるけどね。確かに、はい、慎重。なるほどね。いやー、酸素の吸い方かったっすね息継ぎの仕方があった、ね、確かに、あどうで息継ぎしていいか分からなかったからね。なんか俺言おうとしたんだけど、忘れてたな。何だったの、なんか細かい話だけど、ロレントの大パンチなんか変わったよね、2ヒットのさ。なんだっけな、ゲージの、あー、ゲージ評価量がとかでしたよね。あれは多分本来の2ヒット、そう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 、あれ超強かった、ね、本来2ヒットの、なんつうのかな、2ヒットでこのゲージ2ヒットでなのに1ヒット分1ヒット分みたいなことになったのを直しましたみたいな、そういう感じなのかな、やっぱ何チームの立ち前の2段立ち集計とかもゲージの増加量おかしいとかね。ああそうなんだ、20、20溜まるから40溜まっちゃう。なるほどね。じゃあ、どうしようかな。ゼロカウンターさん、おん、いいリング、いいリングネームだね。え、いいリングネームだね、ゼロカウンターさん。ゼロカウンター渋いとこ持ってきたね。こんばんは、配信楽しく見てます。お気に入りの格ゲーのシステムってありますか。最近のゲームだとこれ X バッターか、 X バッターは神システムだと思ってます。あ、いやこれね、システムその対戦のシステムじゃないけど、はい、すげえ面白いシステムだったのは KF2000。 KF2000 ってあの毎回毎回、はい、その乱入が来るたびにキャラクターを変えられる。ああ、はいはいはい、これ神システムだなっていう。はいはいはい、だからずーっと開けないんだよね。ああ、そういうことか。だから連勝しててもずーっと開けない。はいはい、自分で変えるかですよね。なんかちょっとこの人弱いなと思ったら、まあなんかサブキャラとかを選べたりとか、はいはいはい、あこの人ちょっとガチじゃねえかと思ったら、はい、まあガチキャラ選んだりとか、はいはい、まあ、そういうのをね毎回毎回変えられるっていう。さあ別にかぶせとかもどうにかなるし、そうだったらなんかすげえ面白かったんだよね。鉄拳とかもそうだよね、確か。あそうね、カード使わないとかな、カード使わないと乱入されてもキャラ変えられるとかかな。へえ、そうなんだ。ああ、違ったかな、ちょっと分かんないけど、まあそういう時あった気がするね、はいはい、時期あったかもしれない。またカード使わない方が面白いな、うん、俺もそう思った確かに逆にカード使うことの不具合があるのはちょっと悲しいですね。このサカットの人も多いな。ちょっとなんかありますか、神システム。神システムね、確かに今のは対戦バトルシステムっていうよりも普通に、うん、そうですね、バトル以外のシステムなんですよね。バトル以外のシステムで言ったらやっぱその
なんだっけ、あのブレブルーのロビーとか今回のギルティのやつとか、はいはいはい、キャリバーのグローバルコロッセオみたいなやつは俺は神システムだと思ってるからね、はい、これもバトル以外の話になっちゃうけど、じゃあゲームだとまあそのゲームの個性だからっていう感じですか、うん、その神システムっていうよりかは、なんだろうな、このゲームの個性だから、ね、うん、神システムっていうか、俺はセービングすげえ好きだけどね、ああセービング、あーセービングか、段階があって、なんか、ね、レベル1、レベル2、レベル3で、やっぱ当てた時の、あの、ヒット効果が変わって、うん、で、どれぐらい貯めるかとかも、こう自分でこう、ね、これぐらい貯めるみたいなのもありつつ、前してバックするキャンセルできるしっていう、なかなかすごいと思うけどね。なんかザンギってセービングあんまり強くないイメージあるから、うん、そこ面白いと思うんだなと思います、ね、いやまあ全体で見てね、セービング合戦とかも俺見ててやっぱあのね、セービングバックステを読んで売る生売るコンとかいろいろあんじゃん、はいはいはい、で俺ザンギ使ってそういうその文化がないから、はいはい、そこあんまり理解してないんだけど、やっぱあの辺もすごい、あのただその時に前してきたらとかのもう結構いろいろあると思うんだよね、うん、セービングの使い方って、うん、ただ面白いなと思うけどね、ソフォーならではのシステムでね、もちろん、まあね、うん、まあ、やっぱり EX バニー博士がねやっぱ面白いね、いや持ってくるね持ってくるね、なかなか、あーなかなか持ってくる、ゲージ溜まったんだから、うん、EX 入ってきたんだけど、うん、あなかなか持ってくるね、紙システムだね、あ紙システム、うん、紙システムね、まあね、俺はなんだろうな、俺はでも X ファクターやっぱでも紙システムだと思うんですよね、あれなかったらマジで、あ、まあ確かにね、あれなかったらマジでもうなんか大会も見ててつまんねえんだろうなって、先方で2人倒されたらもう見る必要ない、もう結果分かってるみたいな感じになっちゃうし、あれはまああのゲーム性にかなりマッチしてるような気がしますけどね、あと見てる分にやっぱウルコンは相当面白いんじゃないですかね、うんうん、やってる側はちょっと逆転されてちょっと嫌ですけど、ウルコン自体ってこと？そうですね、攻撃食らうと、うん、必殺技のゲージが入って、はいはいはい、逆転要素が当たる、それはまあ、見てる人からすると面白いんだろうなと、うん、もう結構ストフォーの配信とか見たりするときもウルコンのゲージあるからどうなるか分かんないし、後半ヒリヒリするから、そうだね、見てる分には、うん、寂しいステムなんじゃないかな、後半ヒリヒリするのになんかこう昔のゲームほど一発逆転しやすいっていうか、なんかチョイスタスでもすげえ超高性能だったりすることってよくあったと思うけど、そうじゃないね、やっぱ当て方工夫しないと、スポー出たての時とかみんなウルコンぶっ放してはさ、全然やっぱ発生遅いから全然ぶっ放し当たってなかったんだけどさ、なんかそこら辺もうまく着地してきたなと思ったけどね、さっきと同じ系を気になったね、今ね、あ、てか結構時間経ってる、ね、1段目と2段目が連絡になってね、気がする、ちょっとどうだったね、なんかね、なんか1段目だけ重なりになって、いやこれね、変更点なんだけど、あ、変更点なんですか、なんかパトリオットがそう、なんか途中で切れちゃうっていう、はい、なんか当ててても、なんか途中で外れちゃってフルコンクラーとか結構あるんだよ、どんなの気づいたらもう時間が40分でして、なるほどね、大体1時に終わるんですけど、この配信、なるほどね、あ、何、あと20分ってこと、あと20分なんですけど、まあ別に伸びてもいいですけど、うん、あ、そう、なるほどね、まあ聖戦をやるのかな、聖戦ザンギロレント、まあ、バージョン変わったんですけど、あ、まあそう、まあ、B リーグの時はまあ、なるほどね、まあ、やっぱり俺はコンボフィンドにお世話ね、育てられたからさ、コンボフィンドに恩返しがしたい、コンボフィンドに育てられたからさ、なんだ、なんだ、いや俺はやってもいいけど、ちょっとまあちょっとねえ、まあネモがねえ、まあ怖いんだったら、まあ、やめといた方がいいかなって、いやだから俺はコンボフィンドに育てられたから、はい、コンボフィンドにそのね、恩返しをした、恩返しになってるのかな、恩返しになってるのかな、まあ、強化、まあ、ロリで強化されたのはまあ
まあコンボインだけじゃないですけど、まあまあカプコンのスタッフの方たちのね、あ、まあおかげなんで、まあまあ、まあ、それはわかりますけど。いやー、やっぱここら辺でコンボフィンでにお世話なね、させられたから、もうなんか何だよマジで。なんだこのロボットぐじぐじしてんだなんかもう。コンボフィンのロボットなんだけどこれ。大丈夫だったコンボフィンのロボット。マジで。マジ重度調整、ね。マジで。何このコンボフィンのロボット。でこの試合ラストで、じゃあ5先ぐらいいます？そんな長いか3先？なんでもなんでもいいよ。何試合やりたいかにやるの。ああ3先にしましょうか。3先にしよう、はい、ははまあまあいいカジュアルでもいい、カジュアルでもいい、リーグも3先だったし、バージョン変わってね、どんな組み合わせだったのか、どんな組み合わせになったの。確かに、まあ、いやついていけないだろうな、きっと新しい要素対策してねえからな。ちょっときついな。いや、めんどくせえな。ジャックバリもちょっとまだ分かってねえしな。いや、こいつはめんどくせえだな。じゃあ、1でいいかな。これ大体1でいいか。あ、俺、え、待って待った。これじゃない方がいいな。なんかない。大体1か。これダメなの。いや、それプレステか、プレステ3。プレステか。これはこれもプレステなんですよね。プレステの方が箱増えちゃったんですよね。箱が減っちゃって。どういうこと？逆に。これでいいか、まあ、一応そっちにもエッジが、あ、箱がエッジありますけど、はいはい、いや、なんでもいいよ。すげえ、スティック自体は結構あるんだな。スティックじゃあるんですけどね、はいはい、メンテがちょっと微妙な。なるほどね。こっちの方むしろメンテかもな。なんか俺が触っちゃいけないみたいなことお前言ってなかったっけ。どれ、なんか レバーに触ったら、レバーに触ったら殺すぐらい言ってなかったっけ。僕は板田さんに育てられたようなもんすからね。僕は板田さんに恩返ししないといけないからさ。まあ確かにね、うん、板田さんに育てられたとこあるから。だから恩返しだよ。うわー、あ、先行っちゃった。うわー、へそのほうがないパターン。やっせ、もう、うわー、恋愛になってね。ありがとうございました。よいしょよいしょよいしょ。これはもうちょっとこっちに来た方がいいけ。そうですね。そうだ、がっつりがっつり横並びになるから。よいしょ。抜かれた。え、大丈夫よ、大丈夫よ。え、嘘。抜いたんですか。あれ、俺がワンピンだったけど。どういうこと？いや、抜いちゃった。多分抜いちゃった。手相がね、若干悪いですよね。これ、ソフト本体がボロボロすぎて。俺がワンピー奪っちゃったよ。あ、いいよ。まあ、いいか。あ、だってちょうどいいじゃん。まあまあまあ。ね、B ボタン。これか。そうそうそう。あんだけな。すげえ誇りだけ、このスティック。さあ、一体バージョンアップしてどうなったのかって。確か昔、ネモの恩返しっていうチームで組んでる。組んでますね。見たことある。ティッシュで拭く感じになってくれたよ、俺。これ食べてた。さあ、ちょっと待って。ラジエさんに分かるように誰か。誰かコメントしてくれるとラジエさんに分かるように。ちょっと。ちょっと待ってね。さあ、これ消してんだけど消せないのかな。これ直したこれ直してほしかったな。なんでここで消さないそう、なしにできないんだよね。そう、なしにできないちょっときついですよね。でしかないよね。マジでお願いしないように。ああ、そうだね。やめてね、やめてね。はあ、ここは勝たなきゃいけないな。でもすぐ勝ちたがってくるかな。しょうがねえな俺。まあね、やっぱコンボフィンドに恩を返したいっていうかさ。うん、あ、ちょ、俺も恩返したくなってきたよ。絶好のチャンスだ。そう。楽しげめで、楽しげめで楽しく。コンボフィン。さあこれ。さあバージョンアップしてね、お互い変わったんですけども、戦いに。
どう響くのか。重量級だからね、これぐらい減ってもらわないと。うわっ、おっと、タッチガードしていいのか。ガードなんて思わなかったね、今。対空完璧。うわ、見てる。ちょっとやれないか、これは。対空になっ、おお、入りましたね。ぐるぐる来ましたね。おっと、強引な前につけからの投げ。うえぇ、石だろ、俺。さあ、ここから、今回、ウルコンが、前もつながるってことだ。さあ、ショット残る。あと残る。ああ、コンボフィンド、コンボフィンド俺を育ててくれてありがとう。大声出した、ね。まあまあまあ、まあ持続の、そんだけね、持って持続伸びましたからエンタッチューパン、確かに強くなったよね、あれね、はい、コンボフィンド調査ね、これはコンボフィンド調査だよ、はい、コンボフィンド。キャラ差がなくなってるけど、キャラ差が縮まってますね。あ、おっと、裏手。さあ、かなり攻撃なったやつ。さあ、ジャクマリの移動距離を見せたい。ルージがマックス。うわぁ、おっと、コンボヒントの中盤が、コンボヒントの中盤が対空になって、コンボヒントの中盤が、おっと、かかった。ほらコンボヒント来た、これ、しゃがみぐらい。確かに、しゃがみぐらいだよ。コンボヒント、裏切りのコンボヒント、おめぇ、ザンギにも味方してんのかよ。おい、いやー、あー、コンボヒント、さあ、コンボヒント、おっと、お互いコンボヒントが炸裂して、これはコンボヒントじゃない、でも来た、これ名勝負。お互いコンボヒントだったじゃねえか。確かに、確かに、なるほどね。俺、ジャクバリもコンボヒントだったんだけどね、今。まあまあ、確かにね。恩返しして、恩返しして。さあ、距離が縮まらないぞ、なかなか縮まらないってない、どういう意味。さあ、実況に噛みつく余裕がある。おお、おお、抜けたよ。おっと、対空は受けたけど、うまい。おっと、板橋ランゲフコンボフィンドにやられるか。さあ、コンボフィンドふんだん使ってきますね。おっと、やりすぎ。あっ、これはコンボフィンド関係ないよ、これ関係なく入っていく。ああ、揚げ駒正常ですよ、揚げ駒正常ですよ。あっと、コンボフィンドに頼り切った結果が、これあれ、マイナーいくつあれ。いや、結構ある、結構ある、結構ある、ワンナッツだよ。さあ、シスクタイプうまい。さあ、どうなっていい、別にこれ中盤の調整が素晴らしいですね。さあ、対空されていく。あーおーっと、ワングルグル、はい、いたワングルグルです。さあ、見てから投げて、さあ、アバディが下がって、ね、コンボフィンド、ここでなるほどね。おーっと、コンボフィンドからのコンボフィンド、ダブルアップ。あー、ピヨルト、かわいそうに。これはまさか、俺もピュロスつもりなかったんだけどな。ちょっとこれは、おっと、ちょっとアフェコンにちょっと諸申しが入ってますね。ピュロないで残りの読み合いしたかったんだけど、ピュッてたな、逃げ余っちゃったな、悪いことしたな。さあ、1-1でございます。この因縁の組み合わせに今宵終止符がなれると思うんですけども、終わった後は笑顔で握手してもらいたいですね。おっと、最高です。さあ、痛い。やべ、忘れてた。ジャクマリがあまり進みませんね。行く。
おっとジャンプ強盤反対強い。これは3先です。バナイク。パスかしげな。さあ、ダンが返るか。あんまり進まない。さあ、当たった。回ってる回ってる。これはジャックバニからのウルコンの黄金連携が出せませんね。ルフィ切れないね、これ。ルフィ切れないね、これ。まあまあ、そうっすね。ルフィは切れないですね、今回の調子だったら。あ、コンボ踏んだ。どっちに形してるのか、どちらに微笑むのか。コンボ踏んだ、飛べねえんだけど俺。さあ、どうしたいか。コンボ踏んだの調整がそんなに苦しいのか。ほら、はい、巻き込まれている。コンティです、うん、帰って。さあ、中盤に来る気持ちだね。さあ、中間タイプ発動してきますね。はい、さあ、しかし相打ち入るかもうない。あー、バレてるコンボフィードバレてるコンボフィードコンボフィードバレてるって何だよ。ってなんだ、コンボフィードバレてるって。あやる。さあ、いたまじゃなくて厳しいか、これ。うわあ、そしたらバレている長身強盤強い、八強盤強い。おっと、差し返し。おっと、出ない。さあ、中盤対決強いぞ。今回、かなりいけますね。いい組み合わせになってますね。いい組み合わせですね、これ。ああ、これ、やばい、コンボフィンド。よし、コンボフィンド調整を生かしているのは根間さんですね、これは。つまんねえんだけど。コンボフィンドがそうやってくれたからさ。コンボフィンドに恩返しできる場面が。確かに。早々と来たよ。今恩返ししてる最中ですね。恩返しできるかな、これ。おっと、これは寄れない。うわっ、ワンコンボやってねー。うわ、出たー。やってね、出たー。おぉ、コンボが刺さる。ほっとライン出てる。いやこれは厳しい。うわ、殺しに来た。殺しに来たよ、今。取って。助けたガード。確かにロレットって強そうですね。さあ、これは厳しい。うわー、今のダメなの？残るか？これちょっと駒引っかかった。ちょっと駒引っかかった。うわー、これ厳しい。しかしコンボフィンドが残っている。コンボフィンド残ってるよ。前出し。はい、どうも。前出し見えた。ナイフ出すか。あ、数えてた。あ、握手来ましたね。おー、これは若いですね。ちょ、持ってたよね。持ってたやりたい。持ってたよね。時間、別にあると思うし。握手が。俺時間あると思うんだよね。俺やっぱ根本さんとやっぱ対戦したいなっていうのはまず思うから。いや、対戦したいなと思って。対戦したいんじゃなくて、もう結果が見えてるからさ。うん、いや結果はいいんだけどさ。寒いね。対戦したいなと思って。これやっぱさ、結果見えてるからさ。なはは、そうじゃないの。あ、そっち。あ、そっち。それなりにもっとお願いできないですかね。で、ご先にします。じゃあ、ご先に。あ、そういう感じ。ご先にします。ご先にしましょうか。いや、もう何でもいいです。対戦してもらえるなら何でもいいです。勝ちたい系のプレイヤーなんで、やっぱり勝ちが純粋に分かるルールにしてもらえる。はい。さあ、お互いね、バージョンアップして、動きが変わってきますのでね。うお、
回してる回してる。さあこのコンボフィンドのタッチシューパンの調整に対してどう立ち向かうか相手のランゲフ。さあ距離が詰まらないぞ。おっついて大事らしい。安定コンボ。さあ波に追い詰めてる。ライパン止めで F 式。さあつまんない。これはこのこれさ、だってさ、対戦しといてつまんねえとか言われちゃうもんな。いや対戦しといてつまんねえ。やめてもらえますか、ちょっと楽しく格ゲーやってもらっていいかな。本当だよ。みんな俺に勝つとさ、楽しそうにゲームやってるんだ。俺が勝つとつまんなそうにゲームしてる。いやあばい、やべしてる。よっおっとはぁ忘れてた。さあ、こんばんさあ、バージョンアップしてこうも変わるか。逆に残虐きついようにすら見えますね。さあ厳しい。弱マネで弱マネ運ゲーできない。一体どうする。おっと弱マネで運ゲーを完成しましたが、これ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 、本来あるべき姿。本来あるべき姿ね、これ理論値がちょっとつまんないんだけど、理論値通りになってきてしまってますね。さあ、そのまま終わってしまうのか。さあ、どうした残儀が。残儀は全く控えなキャラじゃなくなっている。本当にロレンタ強くなってる。さすが素晴らしい耐久精度ですね。さあ弱マネで運ゲーできない。めちゃくちゃ落ちるな、これめちゃくちゃ落ちますね。さあこれは厳しい。おっとカウンターしてる。おっと距離が詰まらない。今理論上売り込んできたからね。理論上しないんだけど。さあ回復うまいが、ああ当たってしまう。さあ暴れるあ、波見ている。うわ、ピョンの？危ない？あまり弱いか。と、コンボ精度見せつけますね。やっねんだけど、待って。おっと、コンボフィンド信用しきれていない。現状の方を貯める前に使っちまう。たまらず EX バンシング対決ですね。さあこれは出なしみよ。変わってしまいましたね、情勢が。終わったけど。終わったけど。あだ。やっぱね、五先にしてもう終わって。ヒューゴやろうかな俺。あれヒューゴや。え、何ヒューゴにすんの？ヒューゴやれって言われた気がするな俺。まあ伊藤さん、うんたらかんたらちょっと覚えてない。じゃあその名前でヒューゴ使っちゃう。全然いいよ。じゃあ七崎ね。七崎通りね。七崎再戦ってこと。あーなるほどね。これやべえな。しかし時間ないからもう戦いが変わるよ。あー時間ないね。七崎ね。あーなるほどね、うん。おぉ、ワンダシャー。いやー、おしゃがんねんな。おっと、下投げ。おっと、仕込んでる、はい、これは当たっていない。10番体育
おっと、おい、なんで入ってんだ今の。ちゃんと仕込んで。ちゃんと仕込んで。忘れてたよね。お互い大幅な調整がありましたけど、結構あるもんですね。多分俺よりも